ています。国道275号線は江別市新石狩大橋で工事のため夜間は通行止めになっていますが、土曜日と日曜日は規制はなく、今日と明日は夜間も通れます。道南道道道立町岬函館停車場線は冬の通行止めです。函館山に通じる道道立町岬函館停車場線は冬の通行止め、来年の春まで通ることができません。それから道道猿前西京花線は来週から冬の通行止めになります。猿前間の麓を経由して苫小牧と東部を結ぶ道道猿前西京花線は来週の金曜日が常駐しているが、長い避難生活で精神的